涌谷町で自営業の男性が刃物で刺され殺害された事件で犯人の男が犯行後急ぐ様子もなく歩いて車に乗り込み逃走していたことが目撃者の証言で分かりましたこの事件はおととい夜涌谷町中島小津の自営業三河英次郎さんが自宅の玄関先で男に刃物で刺され殺害されたものです 司法解剖の結果美川さんの死因は出血性ショックでした男は事件後車に乗って逃走したことが分かっていますが近所の人の話によりますと事件直後男は美川さんの自宅から歩いて出てきて車に乗り込みその際急いでいる様子はなかったということです 警察は昨日殺人事件として捜査本部を設置し86人態勢で捜査を進めています。